どうも、全国の両腕族の皆さん、こんにちは。宮野です。はい。禁酒禁煙報告、はい。禁酒禁煙報告でございます。はい。定例会ですね。はい。あ、すいません、すいません。ちょっとね、髪型がね、波乗りみたいな髪型になってるんですけど。はい。横から見たらね、波みたいなね、なってるんですけど。はい。サーファーがいたら寄ってきそうな髪型なんですけど。はい、すいません。禁酒禁煙報告です。はい。まず、禁煙からやね。8ヶ月経ちました。はい。9月で8ヶ月ですね。はい。余裕やな。余裕というか、もうだいぶ最初から余裕やったんですけど。調べてみたらね、1から9ヶ月ぐらいの間に、良くなるみたいな感じのことを書いてあって、やっぱりね、最初の、3日とか数時間、3日、1週間、1ヶ月みたいな段階で結構体の変化があるみたいで、もうね、9ヶ月とか8ヶ月とか1年とか5年みたいなスパンはなんかもうだんだん良くなってくるみたいな感じらしいですね。はい。なんでまあ特に変化というものはないんですけども、1個でかい変化といえば夢見なくなった。今までね、結構タバコ吸う夢見てたんですよ。前も言ったと思うんですけど。で、夢の中で吸ってんすよ。もう。夢の中で吸ってて、起きて、あれ、俺吸ってないよなってなるんですよね。はい。この不思議な現象がなくなりました。はい。夢の中でも、もう吸ってません、僕。夢の中で吸ってるって、やばいんかな。でも夢ってなんか記憶の整理とか言うしね。夢って記憶の整理やから、なんかいっぱいある記憶をなんか繋ぎ合わせてるみたいな聞いたことあるし、はい。記憶の整理なんでね。はい。吸ってないです。はい。で、まあ、もう一個ね、思うのは、すいませんでした。はい。主に、吸ってない方、今まですいませんでした。臭いなぁ、タバコって。もうね、飲み会の時とかめっちゃ吸ってたけど、臭いなぁ、こないだね、行ったんですよ。こないだってめっちゃ前やけど。で、行ったら、4人でおったんかな ?4 人でおって、全員喫煙者やったんですけど、僕以外。もう、次の日、喉爆発。めっちゃ痛かった、喉。なんか多分ね、僕あんま体強くないっていうのもあるんですけど、いや、めっちゃしんどかったな、あの副流煙、臭い煙たち。いや、良くないね。はい。なので、こんな思いをさしてたんやっていうので、すいませんでした。はい。謝罪しておきます。あの電子タバコでもきつかったね。はい。もうようあんなん吸ってたなと未だに思います。はい。まあ、あとね、もう一個素晴らしいことを発見したんですけど、辞める前ね、彼女とどっか出かけた時に、ちょっと待っといてって言って吸いに行ってたんですよ。この5分ぐらいの時間を彼女と過ごせるというね。はい。これ新たな発見ですよね。はい。ちょっと待っといての時間が変わりました。はい。なんかのね、禁煙の広告ポスターみたいなんで見たんですけど、一服が一服にっていうね。はい。その一服が一つの服になるっていう、ポスターがあって、言葉やなぁ。はい。ほんまにそうやわ。はい。いや、やめてよかった。はい。これがまず、禁煙報告でございました。あ、一個ね、消せないことがあります。タンめっちゃ出んねんけど。痰が半端ない。マジで。なんでなんこれ。なんかね、タバコを吸ってる時わかるんですよ。めっちゃ出てたし、俺も。やめたのにね、8ヶ月経ってもなお出るんですよね。これなんか他の原因があるんですかね。ちょっと教えてください。はい。マジでわからん、これ。で、次、禁酒ですね。はい。禁酒に関しては、まあね、そもそも依存してなかったんで、なんかやめるとか、そういう次元でもないんですけど、頑張るとかね、そういう次元でもないんですけど、正直前の宣言以降、何回か飲んでたんですよ。っていうのは、その飲み会に行って飲むとかじゃなくて、
まず辞めた後に彼女と旅行に行って、そこで旅館泊まってなんか夜景見ながら刺身みたいなね、そういう感じやったから、まあ、ちょっとこれは飲まなあかんのちゃうか、あんま見んといてあんま見んといてと思って飲んだんですよ。でね、その時から、まあ、ちょっと違和感あったんですよ。あ、飲んだって言っても瓶ビール 1.5 本ぐらいなんですけど。でその後にまた別の時に彼女とご飯食べてて、俺はウーロン茶かノンアルかなんか飲んでて、で彼女はビールジョッキ飲んでてみたいな。でお会計しようかみたいな時に、ちょっと4分の1ぐらい余ったから、ちょっとごめんこれちょっと飲んでくれへんみたいな感じで、あいいよって言って、もう一口二口ごくごくって飲むみたいなことが2回ぐらいあったんですよ。で確信したんですけど、もう俺アルコールあかんわ。はい、ねなんかね受け付けないんですよね、匂いの時点で。この口に入れる前のここぐらいで、うわアルコールが臭っってなるんですよ。体がねアラーム鳴らしてるんですよ、これいらないよーって、宮野くんってなんで俺引きこもってんねん宮野くんってなって、こうなんかねいらんなーってなるんですよ。まあまあそんな少量やからね全然飲むんですけど、いやねだからその俺多分好きで飲んでなかったから、なんか酔いたいというかね、なんかもうそういう雰囲気やから飲んでるみたいな感じで飲んでたんで、好きじゃなかったんですよきっと。だからまあ普通にやめれてます、やめれてるっていうかもういらない、はい、もう合ってない僕の体にっていう状況です。はい、禁酒に関して言うと、あともう一個言うと、ノンアルってうまいな、あれようできてるわ。多分ね、めっちゃ好きな人、ビールめっちゃ好きな人からしたら、まあ、多分全然違うんですけど、僕みたいな、なんか何でもいい人で言うと、味であんま選んでないみたいな人で言うと、もう遜色ないし、なんか、俺炭酸が好きやったんじゃんとか、なんかそういう感じですね。ほんまにようできてる。ほんまに美味しい。なんかビールぐらいの勢いで飲むし。なんかただただ何水が溜まるというか、水ですね。はい、めっちゃ美味しいあれで、合うしね、刺身とかと、今までのお酒のつまみとされてきてたものとちゃんと合うし、であと価格も安いしね、普通に何生ビールって言って中ジョッキーで頼む分よりもノンアルの方が安いんで、いやマジでいいことしかないな。あと生活習慣も良くなったし、はい、もう僕12時1時とかには寝て朝7時8時とかに起きるみたいな生活もうずっとしてるんですけど、これが崩れなくなったね。はい、やっぱお酒飲んでたらさ、どうしても何飲みすぎるやん。晩酌とかじゃなくて普通に飲み会とか行ったら、なんかもう若いし終電まで飲んで終電で帰ってきて、でもお酒飲んでるからまた目覚めも早くてみたいな、でもなんか気持ち悪いし動く気せえへんみたいな感じで昼過ぎぐらいまで寝てとかするじゃないですか。あのカスみたいな生活サイクルがなくなりました。はい、いやよかったな、やめてよかった。皆さんもねやってみてください。ありがとうございました。なんて言った今。